どうもグラシャです。今日はピクミン2最終パートとなると思っております。これが動画の途中に挟んであったら編集中の俺にバカ野郎と言ってやりたいと思っております。では行きましょう。夢の穴地下14階、いよいよねラストダンジョンでございます。取りこぼしがなければ、地上の取りこぼしがなければラストのはずです。さあいますね、ルイ君見えますね。とりあえず戦うのは黄色です。他の連中はちょっとね安全第一なので、出口のところにいてもらいましょう。出口どっちですか？第一ね、オリマーだとね、あのプッペプルパラって延々言っててちょっとやかましいので、よし行くぞ。これが最後の戦いだ。あれはルイさん、社長、お宝の山に埋もれているルイさんを発見しました。一人でこんな地下深くにたどり着くなんて、人の欲望とは恐ろしいものですね。おや、動きませんね。ここまでたどり着いてついに力尽きたのでしょうか。今ならまだ間に合うかもしれません。早くルイさんを助けてあげましょう。もうええと思うね。俺置いといていいと思う。さあ電気、まずは電気。よし、よくない。あー、やばい。あー、そくそ、あー、バカ。あー、ダメだこれ。はい、夢の穴14階。よし、水壊した。そしたら電気だ。電気をとっとと壊すぞ。当てやすい位置にあるからな。よいしょ、壊してしまえ、とっとと壊してしまえ。いいぞ、どんどんやって、壊しちゃえ。
外してしまえ。よしよし、そしたら黄色はとりあえず OK だ。いいぞいいぞ、だいぶいい流れ、いい流れを作れている。そしたら赤ピクミン、戦いの基本は君たちなんだ。よし、6は逃げろ、6はおとなしく逃げろ。大丈夫、おいで。毒をやっちまえばもう何も怖くない。逃げ、でも毒は怖いんだよ。よーし、こいつはね、ヘラクレス大鎧雲。ルーイを取り込んだことによりなのか、そもそも使えたのか、道具を使うというね、驚異的な性能を持つことができたショイグモの仲間ですね。逃げろ。おそらくこれで毒が強力になるからね。さあどん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 使っていくよ。いえ、チャンスだよ、チャンスだけどね、これはめ殺されてるマサイチだからね。いや、赤以外だったら死んでましたね。よいしょ、やっぱりね、黄色以外だとね、当てにくい。こっち、毒は逃げろ。ここからも毒から逃げていれば勝てるからな、負けることはないからな、犠牲も出ないからな、きっと。で、当てにくいな。火炎放射が心なしか強力になりましたか。よいしょ、でまあ赤だったら、赤以外だったらもう死んでますよ。よし、これも本当に何も怖くないぞ。でよし、いいぞ、どんどん殴れ。でさあ最高にグダグダだけど、いっしゃ、やってまいよいしょやってまいもうグダグダです。ダメージもらわないのをいいことにやりたい放題です。よし、やってまい。
と。さあもう負けがないからってボコボコだぞもん。よし、全員集合である。さあ撃退のお時間だ。行くぞお前ら、紫流星軍ウィース100。いや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 、投げろ投げろ、おりゃ。さあ運ぼうね。さあ水砲にキス、やりました。ルイさん、織田仏、いえ、どうやら気絶しているだけのようです。全くどこまでも人は騒がせない人ですね。ピクミンに運んでもらいましょう。コックピットの座席が足りませんから格納庫に放り込んでおきますね。ついでに紐で縛っておけ。はい、さあ運べたかな。センポコめめフレアキャノン。さあこれはなんだい、今度は電極。めめマイナスイオンコンバーター、こちらもセンポコ。さあこの水圧を測れそうな蛇口くんはモンスターポンプ。よいしょ、じゃあ運んだけよっか。よいしょよいしょ。さあみんなで運べれよ、みんなで運ばれろ。さあこれなんだ、このドガースなんだ、非常に危険さな毒ケミカルウェポン、そのまんま。はい、10箱ルイの価値は10箱です。虫の王、さあやりました。みんなでみんなでなんとか、もうねヘラクレスオヨロイグモ何回やり直したのか分かんないけど、あ、その様子はねこの後この後お見せいたしますと思うので、では帰るぞ。はい、では NC シーンでーす。たくさん、すごいな、1万の半分だもんな。やりました。望みの大地帰ってきましたよ。たくさんのお宝を引っ提げて、全お宝回収、やったぜ。なんだ、エネルギー充填。飛び立っていくドルフィン初号機、それを見送るピクミンたち。お家のない白や紫はどうすんのか、社長はご満悦でございます。もうご満悦社長。ピクミンの星にたくさんの光が、何の光、もう俺これ黙ってた方がいいんでしょうねさあたくさんのピクミン、
さらにオニオンも、後のシリーズで何でか統合されているような気もするオニオンが、母性へ帰るオリマーたちを祝福してくれているのでしょうか。またピクミンたちはそれぞれの息抜きへ進んでいくのでした。ピクミン2、これにて完結でございます。 The End。終わりました、ピクミン2。なんかボタンを押していいのかな、これは。待ってた方がいいのかな、スタートボタン押していいのかな、押すぞ、よいしょ。あ、反応がねえ。待ってる、あ、始まった。費やした日数13日、死んだピクミンの総数0、嘘。戦いで死んだピクミン0、嘘。日没で死んだピクミン0、嘘。炎で死んだピクミン0、嘘。水で死んだピクミン0、これも嘘。電気で死んだピクミン、これは本当。爆発で死んだピクミン0、これ嘘。毒で死んだピクミン0、これ嘘。増えたピクミン727匹。赤が意外と増えてない。青はちょっと増やしすぎた。白は、まあ、うん。紫はこんぐらいは必要。総プレイ時間は、では13時間14分といったところで。もうね。主にヘラクレスオヨロヒグモにボコボコにされた。というわけで、お宝一覧は全てコンプリートいたしました。未開の味シリーズが揃いました。植物マニアックスも揃いました。新種発見シリーズも揃いましたよ。古代の神秘シリーズ、これ一個一個が高いですよね。種類揃いました。芸術楽しいシリーズが揃いました。そして宇宙愛シリーズが揃いました。全宇宙に共通するシンボル的形状、地生体の井戸に訴える作戦です。わかりません。思考結晶シリーズ、そしてこのよくわからない夢商品シリーズ、大人は夢という言葉に弱いもの、これは懐かしシリーズ、私の感動的なセールストークで大人の心をぐさっとヒット、任天堂社品。これは収納王シリーズ、謎の円盤群シリーズ、牛乳の蓋シリーズ、大海中シリーズ、悪魔の大海中が吸収していた物体です。バグマニア向け、いいから持って行って。セールストーク、ここたて運送の機体の新入社員、いつも無口で何を考えているか実は誰にも分かりません。でも虫と波長が合うらしく、虫に食われた後、なんと虫の脳をハイジャックしていたようです。つまり我々に敵意を向けていたということですよ。彼は遅かいね。でキーポンが仕草だけね、触るのを忘れていたので、あそこに行けばありますが。でルーイメモが増えていますね。早速このヘラクレスオヨロイグモを見てみましょう。足は刺身でも茹でても焼いてもどう調理しても美味しくいただける。素晴らしい。象の足、匂いが焼こうが錆び臭さが抜けず食べられたものではなかった、それ残念。象のゴロムシは柔らかな腹部をえぐってシチューに入れて煮込む、内臓を焼いて食べるのも苦味はあるが美味であると。こんなわけでね、これ確か舌が絶品、タンをシチューに絶品です。てなわけでピクミン2、これにて完結でございます。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この後の次は何やろうかなって話だけど、うまいこと息抜きになったと思うので RPG やろうかなと思っております。アクションかもわかりません、ナンバリングかもわかりません。私にも実のところ分かっておりませんので、次の動画が上がった時にそれは判明いたすと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。グラシャでした。